今宵はようこそ DBAP へ、たくさんのご来場ありがとうございます。配信をご覧の皆さんもこんばんは。皆さん、無事に年越して、あ、無事に年越したっていう、別にみんな普通に無事年越してますよね。はい、今日は、デュオで、ピアノデュオで、お送りいたします。ではオンピアノ谷村恵子、イエイ、どうも来週までお送りいたします。谷さんとデュオは2回目ですね。はい、去年の6月やらせていただきまして、なかなか売れっ子ですからね、捕まらないんですよ。はい、ということで久々にデュオをやらせていただきます。では、まあ、皆さんご存知のこの曲から。
ごめんなさい。じゃあ、もう一曲、I'm old fashioned をお送りいたします。
ピアノの浅川さんとやってみたりっていう感じで、まあ、デュオもチャレンジさせていただいてるんですけども、まあ、できるだけそのデュオなので、まあ難しい曲というか知らない曲じゃない、みんな知ってるような曲をやろうかなと思ってやってます。でもまあ、バンドだといろいろ何て言うんですか、仕込みをしなきゃいけないんですけど、デュオだとかなりこれやろうかでできちゃうんで、僕が普段やらない曲ですね、今まであまりやったことない曲も取り上げて、まあ、僕のレパートリーを増やすというミッションをここでやらせていただいているのもありまして、まあ、オールファッションなんかも有名な曲ですけど、なかなかやる機会がないのでこういう機会にやらせていただきました。では次の曲なんですけども、There Will Never Be Another You、まあ、セッションでよくやる曲で皆さんよくご存知の曲と思います。これを種村恵子アレンジの変わったアレンジでやらせていただこうかなと思います。これってイントロ出していただくんでしたっけ。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。Thank you.
面白いですね、これね、ちょっと店長が入ってるだけでね、すごい楽しいことですね。皆様ね、年も明けて、今日は12日ですか、まあ、1月も気がついたらもう半ばでございましてね、早いもんですね。まあ新年会、新年、なんか僕、年末から忘年会で、年明けたら新年会って、なんか飲んでばっかりいるような気がしますけれども。まあ、年末にやらかしまして、絶対コロナだと思ったんですけど、インフルエンザになりまして、もう30年ね、大晦日は、今の隣の部屋でですね、布団にくるまりながらですね、紅白を肩にそばに立ててるという状態でした。ね、昔っていうか、コロナの前ってあんまりインフルエンザって怖いイメージなかったじゃないですか、ね、もう薬飲めばすぐ治るみたいな。でもね、今はなかなか病院にかかりにくいので、ね、なかなか薬ももらえなくてですね、一
晩余計に高熱でうなされたという感じでございましたけども、まあちょっとね咳が残っちゃう、喉がいがらっぽいんですけども、もう拝菌してないはずなので安心してご安心くださいませ。タネさん、あれですか、年末はいかがお過ごしでしたか。私はあまり修吾さんみたいに忘年会とか新年会は全然1回だけありましたね、忘年会、はいそこで思い切り楽しませていただいて、それはなんかのライブの打ち上げ兼みたいな感じなんですか。あ、ライブじゃなかったんですけど、はい、でも私は貴重なあまりそういうことなかったんで、今までも貴重なんです。でも家で毎日飲んでるのでなんか、まあ毎日忘年会とか新年会やってる感じなんですけど、なんでそんなこと言ったら誘いますよ、うん、あ、ぜひぜひ誘われたいです、そういう場所に。じゃあぜひぜひ今度は、はい、ぜひお願いします。苦しそうで大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。喋らせない方がいいのかもしれない。そうなんですね。とか言って私不思議なもんで楽器吹いてるときは咳出ないんですけど、ですよね、喋、うん、ってると出たりする、うん、はい、じゃあ年末年始はまったりとお家で飲んでたって感じですか。飲まないはなかったかもしれないですね。あ、なんかそういう時って昼間でも飲んでいいみたいな、なんかお許しが出ますよね。はい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 、なので結構叫びたりのまま、あ、言っちゃいけないですけど言っちゃいけないんです。ライブはやらないですけどね、ちょっとはい、そんな感じもありました、はい、そんな種村恵子さんでございますまあ叫び足りの日々はっていうのは次のステージでありますけども、そうですね、はいはいはい、ありますね、びったりが、はい、じゃあ次の曲の話にしましょうか。次の曲はムーン&サンドっていう曲 でこれ、うん、実は古い、結構古い曲ですよね、うん、はい、古い曲なんだっけです、ね、参考にいろいろ見てたら、なんだっけ、ジョーパスとかやってましたね、チェット・ベーカーが有名、あ、チェット・ベーカーは有名です、はいはいはい、歌ってるので、はい、なかなか難しい感じの曲でございますけども、はい、暗くて美しい曲です、はい、ムーン&サンドっていうぐらいですから、サンドイッチじゃないですよね、月と砂、月と砂、月の砂、月の砂漠、違うかな、あ、え、それ月の砂漠にで歌う、はい、まあ、という曲でございます、はい、まったりとお送りいたします
Thank you.
ムーン&サンドっていう曲でございました。あのなんかね、ここに来て宇宙開発がいろいろ話題になっておりまして、2040年には1000人が月で暮らすという計画だこ、そうですよ。え？2040年だそうです。今2023年ですね。だから17年後、うん、生きてるかなぐらいの感じですけど。でもね、まあ僕らはね月に行くことはないと思いますけれども、でも僕が生きてるうちにあの月で人が暮らし始める、まあね、あの実験とか研究とかでしょうけどっていう世の中になりそうな気配でございまして、すごいですね。まあ、そんな感じで、ファーストセットをなんか随分やってるな、はい、最後の曲ですけれども、今日の目玉でございましてピアノの浅川茂樹さんね、あの僕よくやらせていただいてますけども、彼の曲でですね、スノービーデザートという曲があります。スノービー雪のデザート砂漠でございます。もうなんかさっきの月と砂の砂漠みたいな流れで続きましたね。気づかなくて私も気づいてませんでした今まで、はい、浅川さんはアメリカ西海岸に長らくお住みで活動されてまして、サンフランとかなのかな、うん、でロッキー山脈があるじゃないですか、皆さんご有名なロッキー山脈、太平洋側にこう山がビューってあるんですけど、あれの裏側がですねラスベガスとか、グランドキャニオンとか砂漠がいっぱいあるところなんですけれども、まあそこにまあ、そこのこともまあ見てるんだと思うんですけども、一回行ったんですよ私ラスベガス。もうね50度ですよね気温、まあなんだっけ湿度が低いので全然平気なんですけども、で前も喋りましたけども行った時に風邪ひいて熱出しましてで病院行ったんですよ。で片言の英語と通訳、保険の関係通訳の方が電話でやってくれたんですけども、体温測ると100度って出るんですよね100F ってやつです で体温38度ということでベリーハイかなんか言われてにこやかに言われましたけど、はい、まあそんな思い出はどうでもいいんですが、はい、スノービーデザートっていう曲、その、まあ、雪の砂漠、砂漠に雪が降る雰囲気っていうのを、曲にしたということで、これまたとても美しい曲でございますので、ぜひ札幌のスタンダードになってほしいなと思って、そのためには浅川さんのいない場所でやるっていうのをやっております。まあ鮭がいない時に鮭の曲をやったりね、なっちゃんがいない時になっちゃんの曲をやったりですね、4ピルの曲を、いや4ピルいないとこでやったりとか、そういうことを積極的にやっておりますね。まあ、札幌本当皆さんいい曲たくさん書いておりますので、少しずつ覚えて、なんだ本州から来た人にですね、知らないの札幌でこれ有名なんだぜって言ってやってほしいなと思うなというところでございますけども、ということで、ファーストセットは最後にスノービーデザートをお送りいたします。
ありがとうございました。谷村恵子回収までお送りしております。少し休憩いただきまして、セカンドスイッチお待ちください。
います。セカンドセットを始めようと思います。ピアノ種村恵子、トロボン返しモードを送りいたします。はい、そうですね、まあ、あのとりあえず一曲やりましょうか。はい、どうぞ。Thank you.
あの皆さんよくご存知の鮭とバラの日々、飲み過ぎシールの曲でございますね。飲み過ぎシールって懐かしいですね。今ついあの口をついて出ましたけど。知らないですか？あれ何年ぐらい前でしょうね。10年ぐらい、15年、20年ぐらい前かな。あのなんだっけ、ソルマックかなんかのコマーシャルでしたっけ。飲み過ぎシールっつって忘年会シーズンにやってたんです。はい。あのまあこんな感じで、あの種さんのお家で遊んでるがごとくデュオをやらせていただいております。すいません。配信の皆さん、ご覧の皆さんもちゃんと見れてますか？はい。ありがとうございます。本当、ね、配信がやられるようになって、まあ昔のお友達とか、遠くの方が、しばしば見ていただけるというのは大変ありがたい世の中になったなと思います。まあコロナはね、いろいろね、しんどかったですけども、ある意味、まあ、怪我の功にも功名というか、こういうないいこともあったのかなと思います。ね、僕、だから年末僕、絶対コロナになったと思ったんです。コロナやりました？やってないですか？そう、なんかね、最近ほら、流行ってたりして、そろそろ、ね、どれくらいの割合の方がなったか分かんないですけど、もしかして自分は、流行に乗り遅れたんじゃないかなと思ってたぐらいなんですけども、やっぱりコロナにはならずインフルエンザだったって。久々に熱が高い熱が出て、ずっともうこの10年以上なんかその唇が荒れるってことなかったんですけど、久々に唇が荒れてベロベロになってですね、で。これはまずいなと思って楽器吹けねえなと思って、カバンの奥底からですね、20年ぐらい前に買ったですね、メンターモをですね取り出してだからこのメンターモは大丈夫かとか思いながらいや塗ってたぐらいにしたんですけども、まあでもなんか意外と良くなったんで昔なんかよく唇荒れたのでよく塗ってたんですよ。いつ前か、まあ、年のせいか口ぶるも荒れなくなったみたいな感じでございましたけども、はい。次の曲は、トゥ・グスタボという曲でございます。ランシュランソンの曲ですね。これこの間塩崎さんのバンドでやらせていただいたので、そのまま譜面をお借りしてやらせていただくんですけれども、グスタボってね、札幌に、変な怪人さんいますけれどもご存知ですよね、皆さんね。はい。私はドサンコだと言ってはばからない方でございますが、グスターボってなんか何て言ったかな、偉い人みたい、偉人みたいな意味がもうあるみたいですね。偉人、立派な方みたいな、なんでそういう意味もあるみたいで、まあ名字、お名前に使われてたりもするのかなと思いますけれども、まあちょっとそんな曲かどうか分かりませんけども、綺麗な曲なので、やってみようかなと思います。すいません、ちょっとお時間ください。休憩中にちゃんとメンテナンスしとけっていう話なんですけれども、私はついつい本番が始まってからやってしまうんですね。はい、では行きましょうか。
種村さんとはというか、お知り合いになったのは、去年の春ぐらいに私が来た24畳のお店ですね、PA に入ってる時によくというか、ライブの時に PA に入らせていただきまして、なんと綺麗なピアノを弾く方であろうと、ね、でちょっといろんな引き出しがあって、いろんなまあ、プレイをされているので、これ一緒にやったら面白いだろうな、楽しいだろうなと思って、ぜひやりたいなということで、去年の6月にやった時は、まあ、いろんな、まあ、北欧系の曲なんかもちょっとやらせていただいたりしたんですけれども、まあ、普段そういうことをやる機会が多いだろうなと思って、今回わざとっていうか普通の曲をメインに持ってきております。そんな素敵なピアノは種村恵子でございます。来月はこの2人にですね、ベースの辻井さんと、ドラムの友香を、お願いしてカルテットでやろうかなと思っておりますので、そちらもぜひどうぞよろしくお願いします。で最後の曲じゃないですよ、まだ、はい。次は「Gone with the Wind」っていう「風と共に去りぬ」ってやつですね。スタンダードで皆さんよくご存知の曲と思いますけれども、それをなんか軽やかにできたらいいなと思っております。よろしくお願いします。
やれたら楽しいなっていうのまあお家で遊んでる雰囲気でっていうのがこんな感じでございます。いやいやいやありがとうございます素晴らしいと思います。はい。はい。まあライブやるときは1曲ぐらいは自分のオリジナルやろうかなと思ってます。今日は、ここで移ろいという曲を持ってまいりました。2010年に書いてつってるのでもう12年も前ですね。でイメージは夏のあの気だるい感じなんですけれども冬の2月に書いてるっていう感じですね。何でしたっけ、ホワイトクリスマスっていう曲は歌詞が夏にそのクリスマスのことを思いながら書いたっていう思ってるっていう歌詞だったりするんですけれども、こっちは逆で、冬に夏のことを思っているみたいな曲でございまして、そんな感じですので、初夏 の気だるい草原の雰囲気というか、草原は草の野原、草原、はい、ね、今ね昼下がり気だるい感じでのイメージした曲でございますけれども、いろんな思いがいろんな迷いがあっちこっちに感じられる曲でございます。はい、まあそんなことでなんかうまいことが見つからないので、まあそんな曲をやろうかなと思います。よろしくお願いします。
ますという曲でございました。今思ったんですがちょっとサティっぽいですね。エリックサティですね、はい、あの僕フランスの音楽っていうかあのクラシックのフランスの印象派以降あたりのとかフランスからスペインにかけてですね、だからドビシーとかラベルとかがいて、それからデュカスとかあのガーナ編がいてっていうあたりがとっても好きで、こう見えて実はクラシックも結構好きなんですよ。はい、ブラームスに始まりね、はい、素敵って言われるものではないと思いますけど、あの好き好みなので、なんで、年明けにですね、正月にですね、正月らしい曲をかけようと思ってかけたのが、ツァラトゥーストラは書く語り記でしたね。初日の出って感じでジャーンジャーンクワーってこうオルガンが鳴ってるっていうねアホかお前はって感じですけれどもはい、どんなそうなんですよ、全然関係ないんですけど、とあるバンドで2月に言っちゃうネタバレになっちゃうかな、でもまあいいや、なんだっけ、春の祭典という曲がございまして、ストラヴィンスキーの初演の時にお客さんがみんな怒って帰ったっていう有名な現代音楽の走りみたいなやつですけどもね、今となって普通の曲ですね、全然なんかおかしくないというか、難しくもそんなにないというか、非常に分かりよい、とてもいい曲だなと思って、このちょっと最近ビデオで踊りなんかと見てるんですけど、踊りと一緒にやってるの、もともとバレエの曲なので意外と古いので、バンドというか曲に合わせて、ダンスが普通にやってたりして、あ、なんかすごい当時音楽新しいの作ろうとしてもがいてるなって感じがよく分かって面白かったりもします。はい、で、そんなこととは全然関係なく次の曲が本日最後の曲となります。アメスケリ、これどんな意味なんですかね、アメスケリ、フランスなんですよね、シルピアン・リュック、はい、そうですね、まあなんかギター小僧が集まってやってるようなバンドですよね、はい、で、まあでもとっても綺麗な曲で、ただ最後に持ってくるのはどうかなと思ったのを、まあ、持ってきてしまったんですけども、5拍子でございますちょっと頑張ってやろうかなと思います。本日最後の曲アメスケリをお届けします。どうもありがとうございました。Thank you.
ございました。谷村恵子、来週の休養でお送りいたしました。また来月もやりますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。たくさんのお客様の、アコールをいただきました。配信の皆様もどうもありがとうございます。ご覧いただきましてありがとうございます。そうですね、ね、そう、僕がかわいいっていう名字なので、種と種皮デュオと思ったんですけども、うん、でもね、僕の皮はリバーの皮なので、ね、種とスキンの皮だったら面白かったよね、種皮デュオってね。なんてそんなくだらないことを考えた。種と皮みたいな。はい、まあそういう冗談はさておき、今日は本当にちょっと札幌も暖かくて良かったですね。もう雪がザーッと降るのいいんですけど、一回ね休んでくれないと去年みたいにえらいことになりますんで、本当に良かったなと思いますけども、まあまだまだ冬は続きます。でも春を待ち焦がれながら冬を過ごしていきたいなと思うという思います。ということで、イットマイターズウェルビースプリングを最後にお送りいたします。ありがとうございました。
ピアノ種村恵子、来週までお送りしました。どうもありがとうございました。